人数が多くていろんな趣味の人がいたので、ポップとかロックとかインストまでいろんなジャンルをやってました。2人が好きな昔のロックはあんまりやる機会が少なかったんですけど、いろんなバンドができてすごく楽しかったです。